こんにちは輸入食品の一ノ瀬です、えー、今日のお話なんですけれども、エイミア夫妻が国会で野じを飛ばされた件を、えー、再検証するといったような動画になります。 これはですねかなりね以前の事件というかですね出来事になりますので皆様ですねお忘れになっていらっしゃる方もたくさんねいらっしゃるかと思うんですけども当時はねあのそこそこの騒ぎになりましたのでお話したらねああのことかとね思い出される方もいらっしゃるかと思います。簡単にですすね振り返らせていただきますと2010年11月29 11年月日 ででですすのの、まあ、年ぐらい前の話ですね、えー、天皇皇后両陛下、これは今の上皇夫妻ですね、えー、それから、エイミア夫妻のご臨席の下議会開設120周年記念式典が開催されました。 会場となった参議院議員法会場で行われた式典に入場した宮美さんに国会議員が矢じを飛ばすというような出来事がありましてこの矢じ、ね、が発生した原因についてですねい一度確認していきたいと思います。 ここからですねスポーツ放置さんの当時のね新聞報道からご紹介していきたいと思うんですけども「スポーツ放置2010年12月1日」の記事でして「中井氏が前代未聞のやじ」。 エイミアごに早く座れよということで、えーね、こういった見出しなんですけれども本部の方が民主党の中井宏前国家公安委員長、えー、68歳が29日に開かれた、えー、議会開設120年記念式典でエイミアご夫妻に対し早く座れよなどと野獣を飛ばしていたことが30日明らかになった国家公安委員長時代には女性スキャンダル問題を起こした中井氏。 今度は国会で前代未聞の暴挙をやらかしてしてまった29日午前11時から参院本会場で行われた式典先に議場に入場された栄宮ア夫妻は天皇皇后両陛下のご入場までずっとお立ちになっていた、えー、その最中数列後ろにいた民主党ベテラン議員が「早く座れよこっちも座れないじゃないか」と野じを飛ばしたという。 当初の式次第では、エイミアご夫が一度着席され、両陛下の入場に合わせて、再度起立してお迎えすることになっていた。だが、エイミアご夫の入場が予定より早まり、両陛下がお見えになるまで5、6分の待ち時間が生じてしまった。両陛下の登場を待つしかないといった状態に、中石は苛立ってしまったようだ。 ねえー、こういった、ね、概要の記事なんですけれども当時ねこれがものすごくこうバッシングされまして、えー、このね、えー、中井さんという議員がですね「えー、不敬極まれない」ということでもの、ね、あの中井さんが全部悪いみたいなね感じで。 まあ、そういいいいいっっったた、えー、論調であったこととを覚えていらっしゃゃる方も、えー、多いんじゃないかと思いますで私自身もですねあまりこの当時皇室問題というのにあのほぼほぼ興味がありませんでしたので、えー、このねニュースだけを聞いた限りではこの議員さんがやっぱね悪いんだろうなっていうねやじはいかんというふうにね思った次第なんですけれども、えー、そしてですね、えー、この話がどうなったかと言いますとウィキペディアによりますと 自由民主党は懲罰の対象になり得る、著しく品を欠く発言だと批判し、みんなの党の渡辺義美代表も、このみんなの党というのはあの当時ですね、代表も、まずは中石が土下座してお詫びをすべきだと述べた。12月1日、両党は立ち上がれ日本と共同で中石に対する懲罰動議を提出した。 この問題に対し全国の右翼団体が国族、えー、中井博義議員教団実行委員会を形成し2010年12月26日に約100台の外線者350人の運動員を集めて中井市の選挙区である、えー、三重県伊賀市、えー、名張市で街頭でも活動を行ったそのため中井氏は予定していた新年会を断念した、えー、また2012年 3月12日の午後に中井の事務所に広島県の右翼団体幹部この方はですね元広島県警の公安刑事でその後右翼となられてその後逮捕されたとなっているんですけども右翼団体幹部を名乗って切断された恋人天柱が下る。 といったような趣旨の手紙が届けられたということが報道されたということでこのです、ね、野獣を飛ばしたばっかりにその後も大変な目に遭、ね、われているわけなんですね。 で確かにね、皇族方に対して野じを飛ばすのはよくないと私も、ね、思っておりまして、まあ、そこは100%、えー、悪いと思ってるんですけれども、えー、最終的にですね、えーと、この小指というのが届いたのが、えー、2012年3月12日なんですけれども、えー、それから約、ね、半年後の、えー、2012年10月21日 4日に政治家をね。引退されたというようなことでございます。まあ、やっぱりここまでされるとですね。本当の意味でね。身の危険を感じるというかですね。もう本当にあの？命が大事っていうふうにね思ってしまいますよね。まあ、笑い事ではないんですけども。まあ、そしてね。今 今、ね、この状況になって思うことなんですけれどもこの、ね、右翼の活動の黒幕は一体どなただったんだろうかということを、ね、私ちょっっととふと思ったんですね、まあ、私もさすがに右翼の方は怖いので、えー、具体的に、ね、この人だったんじゃないかとは申しませんけれどもこの、ね、これほどの、えー、教団実行委員会などを結成してですね凱旋者100台を回して、まあ、散々ですね バッシングをするといったような行動は誰が取ったのかなというところですね、まあ、あのまずですねいかなることがあってもヤジはねいけないというのはま大前提といたしましてなのでそのヤジをね飛ばした国会の場でね えー、神聖な儀式の場で野じを飛ばしたということはこの中江議員がまあ一番悪いということはまあ大前提なんですけれどもちょっとね見落としがちな点があるんじゃないかと思いまして、えー、このね出来事の重要ポイントはねここだと思うんですけれどももう一度読み上げますが、えー、当初の式次第では栄宮ご夫妻が一旦着席され両陛下の入場に合わせて再度起立してお迎えすることになっていた。だが エイミアご夫妻の入場が予定より早まり両陛下がお見えになるまで56分の待ち時間が生じてしまったというところでもともとねその儀式といたしましてはまずねエイミヤ夫妻が会場入りしてでそのエーミヤ夫妻の会場入りに合わせて議員の皆様が一旦起立をされてそしてエーミヤ夫妻が着席をされて。 でその着席を見届けて、えー、国会議員の、ね、皆様も着席してそして、えー、そこからしばらくして、えー、天皇ご夫妻ですね今の上皇夫妻が入場されてその時に改めて起立してそして着席をするという段取りだったんですが栄宮夫妻があの着席をですね しなかったんですよね要するにこの儀式の段取りをちゃんと覚えていなかったのか何なのかちょっとよくわからないんですけれどもずっとね立ちっぱなしでぼさっとしてるからあのみんなもこう座れなくなって「あ何どうしたのどうしたの何この待ち時間は何なの?」みたいな感じであの会場もですねちょっと当惑してるといったようなことになってしまったわけで。 要するにそのエイミア夫妻がちゃんと、えー、儀式のね段取りを把握してそしてねあのー、自分たちが入場した時に議員の皆さんが立ってね起立して出迎えてくださったで、えー、着席しますで議員の皆さんも着席しますっていうような段取りをちゃんとやってればみんなハッピーだったしこの中井議員もやじを飛ばすこともなかったしそのあと凱車者に追い回されて怖い思いをすることもなかったと思うんですよね。 そこの段取りをまずやっぱり把握してなかった。というところは、ちょっと。まあ、あのエイムさんもどうなのかなっていうところを思いますね。そしてこのね。エイミアさんがなんかすごいね。自分はなんか被害者みたいな感じで、会場に睨みつけてる写真とかもね。残ってますけれども、その会場をね、えー、睨む前にちゃんとね。段取りを覚えましょうよ。っていうね。話だと思うんですよね。 で実際にねあの YouTube にはねこのやじ、えー、を飛ばしたというねこのあの儀式の画面が。 動画が残ってないんですけれども、えっと、ニコ生みたいなところに残っておりましたのでえその、ね、動画の URL はあの概要欄に記載しておくんですが、まあ、確かにねこうずっと立ちっぱなしのエミヤ夫妻に周りのこう議員の人たちが「あのあどうしたのどうしたの?」みたいな感じでこうずっとねただぼーっとね立ってるっていうような当惑、まあ、した様子がですねちゃんと映像で残っているんですね。 ここれやっぱりこう話だけ聞かれた方はそのねあのねあ国会議員の議長さんあたりがエーミア夫妻にねちゃんとこう着席を促せばよかったんじゃないですかってね思われると思うんですけれどもその映像を見たらねすごくよくわかるんですけどエーミア夫妻とあとなんかあの総理大臣たちみたいなね人たちがまあ壇上にいるんですけどえらい、ね、こう距離がすごく離れてるんですよね。 なのであの国会議員の方がエイミアフサイが、ね、恥をかかないように近づいていって着席なさってくださいみたいな感じのアドバイスをするのは、まあ、不可能みたいなこう距離感になってて。 夫妻そして、総理大臣とかのまあ主要閣僚ですねそして会場には国会議員の皆さんみたいな図式になってて、エイミア夫妻が自分で着席を判断して座らない限りにおいてはみんな立ちっぱなしという状態になっているというような、そういったシチュエーションだったんですねそしてね。 私が何を申し上げたいかと言いますと儀式をちゃんとね覚えておくことがやっぱりその皇族としての自分の立場をね理解してるんだったらちゃんとこう謙虚な気持ちで儀式の段取りとかを覚えてからこういった式に臨んでいただきたいということなんですよね。ない限りはみんな座れないいっていう状態でで いつまでもずっと立ってられるから他の議員のね周りの皆様も,もうどうしたらいいかわからないっていう状態になって。 そしてまあやじはいけないんですけれども,もう早く座ってくださいっていうような早く座れよっていうことを言ってしまったということなんですね。なんでまあやじじゃなくて「早く座ってください」とかなら、ね、よかったのかもしれないんですけれどもそれはそれでねなんか恥をかかされたとか言ってまあ逆ギレをすることになるわけですので、まあ、まずは自分がですねきちんと儀式の段取りを把握していただきたいということなんですよね。 そしてあのまずね、金、え、城、ー、陛下ではありえないことだと思うんですけれども、まあ、万万が一です、ね、金城陛下が、えー、着席されるというその流れを、まあ、仮にお忘れになられたいたとしたならばですけれども、まあ、それはないと思いますけれどもでも、その時はきっと、ね、皇后陛下がアシストされてそしてあの、ちゃんとです、ね、段取りどり座るっていうようなことができると思うんですよね。 だけど、エイミア家の妻はあの経費ですので、まあ、2人揃ってですね、えー、段取りもわきまえずに儀式に出てきてしまったというところが、まずね、一、えー、つ問題だったと思うんですね。これがなければ、ここがスムーズであったならば、まあ、何も問題が起きなかったわけですね。もちろん、やじはいけないんですけれども、でもその前に、ちゃんとね、やることがあったんじゃないでしょうかっていうような話ですね。 えー、私はねあの上皇様もこもみて子さんの一味みたいな感じがして、まあ、今となってはですねあまりその、えー、好きではないんですけれどもでもあの上皇陛下が、えー、生前対応をねなさりたいというお話をされた時にやっぱりその年齢的な問題でいろんな儀式のですね段取りとかを忘れたりとかすることがあるので、まあ、それでちょっと迷惑をかけたくないといったようなこともおっしゃられていたように記憶しておりまして。 やっぱそれはあると思うんですね自分が、ね、間違うわけにいかないというか、ね、自分が間違えたらそれを指摘できる人っていうのはなかなかいないわけなのでそれだと周りに迷惑をかけるからだからあのこの、ね、年齢で幕を引きたいというようなことをおっしゃられたのはやっぱりそれはあの上皇さま自身もずっと、ね、あの天皇陛下という、ね、重責を担われてきてやっぱり思われたところだったんじゃないのかなと思うんですよね。 そしてねやっぱりエイミア夫妻に申し上げたいことなんですけれども、えー、このねヤじが飛んできたということは良くないことですけれどもでも第一段階として、まあ、自分の、えー、儀式のね流れをちゃんと把握してなかったっていう、まあ、落ち度といえば落ち度があったわけでなんでそれがあればみんなねあの何事もなくスムーズに終わったのにでも自分がこう ーと、ね、突っ立てたために矢じが飛んでくるようなことになってで結果この矢じを飛ばした議員が非常にですねものすごいバッシングをされてそしてなんか右翼団体までねやってきていてでなんか他のね、えー、党の人からは土下座しろとまで言われたりとかしていてでやっぱりあの自分も少し悪かったなっていうのがあったらいやそこまではっていうふうに思うと思うんですよね。 いや私もね悪かったしいやそんなに揉めないでっていうね気持ちになるんじゃないかと思うんですけども、まあ、それも一切なかったっていうのがやっぱりそのエイミア夫妻というのは、えー、そういった、ね、人物なんだなというふうに思いました。 とということで、えー、今日はね、エイミアさんが国会で野獣を飛ばされた件を検証するという動画だったんですけれどもあの篠原さんのわ、ねえー、割と直近の動画を拝見させていただきましてエイミアさんがです、ねえー、20歳ぐらい年上の学者さんがです、ね、自分の言うことを聞いてくれなかったときになんか俺に口答えするなんてなんか生意気だみたいなことを言ったということでね あの大変憤慨しておられたという動画を見ても私も憤慨したわけなんですけれどもでもなんか古いね記事を読み返してみるとやっぱそういう人ですよねって自分にね野獣を飛ばした人がものすごくひどい目に遭ってるのにそれを一生許さないぐらいのね勢いで多分ねこう引退に追い込んだのもやっぱりこの野じに。 ね、原因を発した、え、そこからのですね、まあ、各種のバッシングだったんじゃないかなと思うわけでございます。えー、ということでね、まあ、改めて恐ろしいご夫妻だなと言ったような、感想で今日の動画を締めくくりたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけましたら。今後の動画作成の励みになりますので、よろしくお願いします。えー、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。